ことの日記がありまして、8月5日の勉強、3人で勉強した、午後は小西さんというお友達と川に泳ぎに行ったのことが本当に楽しそうに最後のページあって、一緒に勉強した山本邦子さんは3日前に転校してきた方、神戸から、神戸の焼け出されで、で、あの方も8月6日に亡くなって、行方不明になってるんですけど、妹はちょっと体調が悪かったんですけど、母が今日作業休んだらって言ったら、あの海田町から来るお友達があの麦わら帽子を売ってるから、それを買ってきてあげるって言ったから、私はどうしてもあのお金を持ってその人にも帽子を受け取らなきゃいけないからって一緒に出ました。母がいつまでも死ぬまで言ってました、あの時無理やりでも休ませとけばよかったって言いますけど、妹はお金をもらってあの麦わら帽子を買ってきてくれるから、新しいの持ってきてくれるからって行きました。はい、私は印刷工場に着いて、私はなんで日陰にで朝礼を受けていたのか記憶がなかったんですけど、お友達が一人、あれはあの暑かったから、夏の暑いもう快晴でしたから、先生が倒れる人があったらいけんからって言って、先生が校舎への日陰へあの私たちをこう並べてくださってて、ほとんど私たちが無傷なんで、もうこれ先生のおかげ以外何者でもないんです。私はもうそこら中がオレンジ色になって何かと染められたような印象があって、友達の中には紫だったよっていう人もあったけど、私はともかくもう全部そこら中が染まったような気がして、その瞬間に音が何にも聞こえなくなったから、ちょっと気を失っていたかもしれない。それから何にも指示がなかったから、一旦小学校の校庭から工場へ帰って、お弁当だけは持って逃げたい、カバンは救急が、まあ薬が入ってますし非常食も入ってますし、あれだけ持って逃げて、みんなであのカバンを出して、自分のカバンを肩へかけて、そして小学校の校庭に防空壕があったから、私はあの中へ逃げ込もうかと思って学校へ戻ってきたら、もう周りの人たちがいっぱい校庭にいました。小学校の生徒さんたちが血だらけもいたし、泣いてる子もいたし、おじさんがおんぶして出てくるような子どももいて、そういう人たちを防空壕に入れて、私なんかは無傷はあとあとって言われて入れてもらえなかったんです。それから黒い雨が降ったような気がするし、雨が降った後で先生と一緒に逃げたんだけど、あのしっかり後をついてこいって、はぐれるなよっていう注意があったと思います。土手下で私たちはあの潮が引くまで待ったんです。いっぱい人が来ました、ここへ。でその時に怪我をした人たちもいたから、私たちは救急カバンに薬持ってたし、うん、おそらく汚い手なんかしてたと思うけど、包帯巻いたりあるだけの薬だはあの使ったんです。で川を渡る時に、私は小学校の 1,2 年生の坊やでった、痩せて無傷でちゃんと服も着た坊やの手をつないだんだけど、後から考えると引き潮になるとちょっと流れが速いから、この坊やが流されないようにと思って手をつないだんだと思うんですけど、それと大竹が来たやけどのおじさんと、私は3人で渡りました。おじさんは私に恋の駅まで、ちょっと恋駅がどっかにありますな、ここまで行ったら大竹帰る汽車が来るかなって私に聞いたから、私分からんから小駅までおじさん一緒に行こうって、一緒に川を渡って、ここまで来た時に、駅の前まで来た時におじさんが、もういいもういいって、もう絞り出すような声で叫んで動かなくなったんです。でおじさん行こう行こうって言ったけど何にも答えないし、私はもうおじさんをそこへほっといて逃げた。山井先生と行って山の太りに小小学校ってないですか、小国民学校って、あそこはもう救護所になってました。怪我人がいっぱい学校の中入ってたし、私はあそこの前まで来た時におじさんを連れてきてあげればよかったね、手当てが受けられたのにねと思って、非常に申し訳ないよ、あの感じが忘れなくて、
私は水谷先生はって妹の先生、水谷先生でしたから、一瞬妹家族はみんな大丈夫、逃げたり妹もみんな無事と思ってたんだけど、思いたかったのかもしれないんだけれど、あの瞬間栗田先生がひどいやけどでいらした時見て、あらと思いました。妹たちはどうしたかなって、ああいう時の心理状態っていうのは、自分の家族だけはみんな大丈夫って思わなきゃ逃げられないんですよね。先生は探しにいらしたようです、学校を。そして後では、君の妹は残念ながら見当たらなかった、40名もいなかったっていうことです。作業は220名くらい出てたはずだから、ほとんどの生徒が私の妹と同じ状態ではないか、行方不明のままだと思います。だから父は死ぬまで、わしの努力が足りなかった、わしの力が及ばなかったってずっと自分を責めたんです。娘の遺体を探し出してやることすらできなかったってずっと自分を責めて、私は大変切なかったんですけど、最後14年間私と一緒に暮らしたんですけど、ずっと言ってました。だから私は探しに行かなかったということを言えなかったんです。ちょっと言えなかったんです。で、母は大変悲しんで、たまたま建物疎開の作業現場から、焼け瓦の下から妹の制服が出てきたんです。おそらく制服、ヘチマ入りの父の夏服で、夏の着物で作った制服、名前を書いてて、県庁のこう印もついてて、モンペの裏には本籍地と血液型と住所氏名書いた白い布を貼り付けてあったんですけど、たまたまその制服の上着が出てきました。それは父が執念で見つけました。何かここら辺で作業していたに違いないと思って、その土橋で行ったら、瓦の下に黒いものがちょっと見えたそうです。で、棒切れで引きずり出したら妹の制服です。これは今この資料館に寄付してありますけど、胸のポケットにハンカチと、それはステーブルファイバー、いわゆるスフっていうハンカチと、それから国語の採点をされたテスト用紙が入ってました。そのまんま寄付してありますけど、はい。で、私が翌日家へ帰ろうと思って市内来ましたけど、陸軍のトラックがそこら辺にゴロゴロ転がっている死体をみんなトラックの荷台へ乗せて、どこかへ運び去っていたから、どこかで処理をしたんだと思う。ですから私が今嫁いだ先がへさかっていうところですけど、主人はそこの人なんですけれど、あそこのへさか公園で毎日毎日死体を焼いたって言います。で、私の主人の家も爆風で天井が落ちたけれど、座敷に逃げてきた人を寝かせたって。で、どこの誰かわからないようだったけれど、これはうちの子ですと言って連れて帰られた人が違ってましたって、また連れてきたり、そういうことがあったそうです。恋の山から印刷工場を疎開させるために立ちかけの小屋が山の中腹くらいにあって、柱が立てて屋根が板吹きで乗っかってて、なんだか機械のようなものとか建築資材のようなものがあったような記憶があります。で、先生は屋根があるから今夜はここでみんな寝なさいって言われたけれど、私たちは興奮していて寝ませんでした。ずっと市内が夜燃えてましたから、よく見えるようなところへ、崖っぷちのようなところへ行って、お父さんお母さんって泣き叫んでる人もいたし、もう声が喉がガラガラになってるような人もいたんですけど、とうとう寝なかったと思います。